目が覚めたようだな。今はどっちの当家だ。私です。白魔同士ではありません。ルビアたちを騙してた理由です。フェアリーテイルに来た理由は何なの。夏様に会いたかったのは本当です。ですがもう一つ、不可魔法のエキスパートがいると聞いて。え？ウェンディのことか。その方ならもしかして分離エンチャントをしてくれるのではと思い。なんだそりゃ。私の体は白魔同士に乗っ取られているのです。え？余計なことを言わないでくださる？どうか。白魔同士か。私のしもべとなるといいですわ。